寺町廃寺跡が乱外観南より、左に近道跡、右に東跡、奥に高道跡。寺町廃寺跡、寺町廃寺跡の一時長廃寺跡は、広島県三好市向江田町にある古代寺院跡。元々の寺名は三谷寺と推定される。国の史跡に指定されている。広島県北部三次盆地桃園の蒙来川。 国金川の間の丘陵南斜面に位置する白宝寺院跡である。1979から1982年度及び2018年度以降に発掘調査が実施されている。仮覧は放棄自式仮覧配置で、近道を西、東,を東、高道を北に配置、回廊が近道、等を囲んで、高道左右に取り付く。創建は白宝器で、 平安時代初頭の旧世紀初頭頃に廃絶したと推定される。平安時代初期の日本芸域に見える三谷寺は寺町廃寺を指すと考えられており、寺院名が判明するとともに、三谷軍大量の祖による混流と知られる点、くだら像の詳成によるという混流と、くだら様式の軒木丸瓦の出土が対応し、朝鮮半島との直接的関係を示す点で注目される。 また、広島県北部を中心に分布する水切れ河原の最古級の形式が出土する点でも重要な人員跡になる。実績域は1984年に国の史跡に指定されている。ガラン外観北より、手前左に行動跡、右に近道跡、左に道跡。地域は一丁四方と推定される。近道を、西、東を、東。 公道を北に排する放棄地式伽羅配置で、主要伽羅として、近道跡、東跡、公道跡、回路跡の移行が認められる。移行の詳細は次の通り。伽羅の南寄りには、中門、南門があったと推定されるが、現在までに確認されていない。地域からの出土品としては、河原類としての木丸瓦、平瓦、丸瓦、渋が、土器類として水、末木、 はじきや中国島時代末期の山菜島記編がある。のき丸瓦は9種類が認められ、いずれも過端に三角状突起を有する水切れ瓦になる。水切れ瓦は広島県北部を主として広島県、岡山県、島根県にのみ分布する特徴的な異物であり、寺町廃寺ではその中でも最古級の形式が出土する点で注目される。また、 ソベンレンゲ分農の,の木丸瓦は、くだら様式とされる。出土瓦の様相からは、7世紀中央の創建で9世紀初頭頃に、廃絶したと推定される。寺町廃地の瓦を調整した鎌跡は、北西約 1.5km の山中にある大、東海洋跡であることが判明しており、寺院跡と合わせて、国の史跡に指定されている。なお南西約1 2キロメートルには、 上山で、廃寺跡が、南約2キロメートルには三谷軍の軍が推定値がある。特に上山で、廃寺跡は、寺町廃寺から距離が近い上に、近道、坑道が、寺町廃寺と同様の戦績機団であり、水切れ瓦が使用され、軒丸瓦の文様も寺町廃寺跡と同じになる。ただし等が存在しないことから、三谷軍の大量一族によって、 寺町廃寺に続いて建立された寺院と推測される。寺町廃寺に関しては、平安時代初頭に編纂された、日本芸域の記述が関連記事として知られる。すなわち、日本芸域上官第七の、亀の命を食費て豊穣し、現法を得て、亀に助けらえ支援では、と見え、この、三谷寺が寺町廃寺に否定される。 くだら像の交際の詳細によるという混流は、寺町廃寺跡で出土するくだら様式の祖弁臨芸文献丸瓦と関連するとして注目される。また、江戸時代の文政8年完成の芸藩通信には、向田村の廃墟法事として記事が見える。これによれば、かつては、連代山混合院と称して七道画欄や五院九十一号があり、 江田氏の祈願書として、治めを受けたが、江田氏滅亡の際の陛下で消失して、相当、首脳、二王門の跡が残るという。地域から出土した中世紀の土器はこの記事を裏付けると、されるが、中世紀の河原は認められない点が注意される。ありがとうございます。